そして今回大健闘を見せました。昨年は女子で小祝久美子、今回はこの男子の重松が2位に入りました。15歳、テクニカルプログラムは6位、このフリーは3位でした。嬉しいですね。やはり何といっても最初のこのルッツジャンプを飛ぶか飛ばないかというのは大きいでしょうからね。やはりね、気分的に違うんですよ。最初のジャンプ、しかも難しいものをね、成功するかしないかで。ですね、はい、ここまでは申し分ないですね。こういうスピンでね、もう少し早く回ってくれるとこうプログラムが引き締まるんですけれども、はい、ちょっとスピンが終わりかけでやめがちですもんね。もう少し十分回ってほしいですね、はい。さあ、かなり肩で息した感じでしたけどね。疲れてきましたかしらね。彼は5歳の時からスケートを始めたそうですが、93年のポーカル大会、大きな大会でね、チャンピオンにもなってるわけですね、はい。かなり日本の応援団からも掛け声がかかってますね。これはいいですね。しっかり飛んでます。ジャンプ安定してますね。なかなか後半の苦しいところできちっと決めるべきものを決めてます。はい。そしてアクセル、うわ、ちょっとフラフラになってきましたか。もう一踏ん張り。力を使い果たしたという本当ですね、感じですね。少し早く終わりすぎちゃいました。曲がしっかり終わる手前でね、こういうところがやはりジュニアの選手らしいらしいというとおかしいんですけどね、やはりもうシニアの大人の選手とはちょっと違う部分ですね。トリプルサルコーですね、はい。これが本当はダブルのコンビネーションなんですけれども、チャーリー終わるあたりまでは良かったんだけどな。チャーリーは全然死にそうだった。かわいいですね。死にそうだったよなんて言ってますけどね。3回転のフリップは非常に綺麗ですね、はい。さあ、どういう点でしょうか。いや、でも素晴らしい出来ですよ、本当に。本人の顔が不満そうですけども、
後半ねあれだけ疲れてたのに、はい、全力振り絞ってね、うん、滑ったから立派ですよね。ちなみに村コーチが